平成19年6月30日、家事に育児に毎日忙しいお母さんたちに役立つ教室、ママさんキッチン教室が開校しました。この講座は、最近子どもの生活習慣、食習慣の乱れが問題になっており、肥満や糖尿病など、メタボリックシンドローム予備軍の子どもたちが増える傾向にあることから、子育て中のお母さんたちを対象に、子どもから成人まで生涯にわたっての健康の保持増進と疾病予防ができることを目的として開講したものです。講座の内容は保健師による講話や栄養士による調理実習を中心に一宮、内の巻、波野の3コースに分かれ毎月1回、3回シリーズで行われます。第1回目は集まったお母さんたちと保健師で食べ物あれこれ座談会の学習会と調理実習。調理実習のメニューは夏野菜パスタ、ミネラルスープ、納豆サラダ、じゃがいも餅でした。次回のママさんキッチン教室の模様は青春チャンネルで放送します。